午前9時ごろ、沼津市の船山海岸に漁船が乗り上げていると清水海保に通報がありました。見つかったのは長さ 6.78 メートルのマリンビューという一本釣り用の漁船で、人の姿はなかったということです。目撃者によりますと、漁船は午前6時ごろ戸田漁港を出発していて、当時60代の男性1人が乗っていたということで、清水海保は男性が海に転落し行方不明になっている可能性もあるとみて捜索しています。